い、どうもこんにちは、こんばんは。スキビリトイレの66話待っててやってきた高評価どうもするフィーです。ということで今回はですね、スキビリトイレの66話がついにもう2週間ぶりにね、アップロードされたということで、今回はね、まあちょっと2週間ぶりでね、まあ僕結構見てたんですけど、まあちょっと忘れちゃってるって人もいると思うんで、ちょっと60話あたりからちょっと見ていこうかなということでね。まあそれではね、まあ僕もちょっと結構本当に久しぶりに見れるので、結構ワクワクしてるんですけど、早速見ていきたいなと思います。さあということで早速ね、見ていきたいと思います。いきましょう。ということで、まあ、60話あたりなんで、あれですね、まあ、喧嘩の回か。いや、これはでももうね、何回も見てるわ。うん、僕は覚えてるね。うん、何回見たことか。もうなんか、ジーマン偽物説とかも出てるから、けどさ、この時からさ、偽物だったのかね。わざと喧嘩させた説もあるからね。ね、ジーマンが、結構やられちまうと。はい。で、まあね、止めに来るんですね、このサイエンジストスキビリトイレ。もう、こいつが一番悪いやつだと思う。本当に。実はジーマン、いいやつ説あるよ。うん、サイエンジストスキビリトイレが一番悪いやつ説。かもしれない。で、ここで、はい、バレちゃってね。はい、このカメラマンたちがやられちゃうよと。いう感じで、タイタンスピーカーマンとね、はい、タイタンカメラマンに情報がね、伝わるよっていう解説を僕、結構でも何回もしてる気がするわ、これ。で、ここね、あれか、あいつが登場する回ですね。初登場回ですよ。あ、まあ、これもか。こいつも初登場。このね、ロンゲスキビリトイレもね、ここで初登場。そして、こっち側ですよ。カメラマン陣営のやつも、ね、新キャラが来ましたと。はい、スピーカーウーマンですね。いや、なんかでもスピーカーウーマンさ、ここ以外活躍してるシーンないからさ、なんかどっかでもう何回かぐらい輝かせてほしいよね。ここ以外なんか、あんまね、目立ってなくない？なんか、カメラウーマンもそうだけど、ブラックカメラマンか、ブラックカメラウーマンか、わかんないけど、テレビウーマンは結構活躍してんのにさ、なんかスピーカーウーマンとカメラウーマンだけ、あんまなんかその目立った活躍が少ないよね。はい、で、この回ね、まあ、結構不利な回ですね、ここは。キャッチボールしてたらね、はい、悪夢が始まります、ここからね。で、このヘリコプタースキビトリが確か初登場だったっけ、これ。みたいな感じだった気がする。初登場じゃないのかな。で、はい、このでかいのはね、サイエンティストね、スキビトリですよ。はい。あー、やばいよ。タイタンテレビマンから撮ったスピーカーがやばいよ。強すぎるよ。いや、もうあんな強いスピーカーをつけてたんだね、今までタイタンテレビマンは。そりゃあんな強かったわ。もっとなんか、簡単に取れないようにつけとけばね、よかったんじゃないのって思うかもしれないけど、もう中指立ててる、中指。さあ、ということで、こっからは、65話までね、はい、一旦、もう流し見ていきましょう。ここは、あれかな？あいつが復活する回か。やばいやばいやばいよ、やばいよ。結構ね、最初はピンチなんですけど、見ました、新キャラ。はい、ここでね、スピーカー、で、ブラックスピーカーマンが初登場すると。かっけえよな、ブラックスピーカーマン。で、手差し伸べてもね、助けてくれねえと。あー、で、この車やばいよ。行かない方がいいよ、そっち。行かない方がいいよ。でね、はい、これさっきのやつですよ。さっき街にね、いたやつが、どんだけ足速いんだよっていう。あ、でね、はい、これ。はい、このスッポン。ね、このラバーカップがあるということは？はい、ブラックカメラマンがここで復活するんですね。はい、タイタンスピーカーマン、ノットライトタイタンスピーカーマンとの戦いでね、まと死んだかと思いきや、復活しましたね、ブラックカメラマン。はい、かっこいいです、さすが。なんかね、なんかラバーカップ持ってるのにかっこいいんだよね、こいつね。で、中指立てます。はい。なのにグッドです。はい。さあ、ただこいつのことを倒せていなかった。ただ生き残っていたのはお前だけではない！このね、スピーカーマンも生き残ってたから。やっちまったよと。ヘリコプ、飛行機の首取り来ますけどね。もうタイタンズにはかなわないとっていう感じですね。で、まあ、次の回ではね、まあまあまあ、結構、頭を使ってますよっていうのがわかりますね。首取り軍団たちが。ここですね。いや、このスキビリトイレ、やばいよな。この吸い込む。吸い込んでなんかコンテナの中にさ、チェーンソーあるやつ。こういうのやばいと思うんだよね、ほんとに。マジでタイタンカメラもいなかったら、だって勝ててないでしょ、これ。はい。で、G マンとね、共にこの、ミサイルスキビリトイレがね、現れるわけですよ。で、もうシールドがあればね、もう何でも守れちまうと。で、はい。タイタンスピーカーマン流すと。さあ、ただね、これは実はトラップだったんですね。はい、これ実はトラップで、このスキビトイレは次元爆弾だったと。で、これはなんとかね、タイタンカメラマンが処理をしてね、一件落着という感じになりましたね。で、まあこの回ではね、まああることが判明しましたね、皆さん。まあ覚えてると思いますけど。あと、ここにも現れてるね、このモニター。それ、うん。あれ？今現れてた？あれ？あ、やばい、モニター見てたら僕やばい、気づかなかったわ。作者の人の登場って本当に気づかないんだよね。いや、今僕本当に気づかなかったわ、今。うん、モニターの方夢中になってて。だから本当に目をね、凝らしてみないとね、作者の人気づかないんですよ。ちょっと、ほんと知ってても今気づかなかったからね。ちょっと恥ずかしいわ、今。恥ずかしいわ、今。めちゃめちゃ意気込んでっていうか、ね、自信持ってやってたのに。
普通に気づかなかった。あ、さあここでジーマン裏切られます。はい、さあここでジーマン VS タイタンズのね戦いが始まります。でこのジーマンがね、まあ、偽物なんじゃないかと言われてますね。まあそれは別の動画で解説しているので、まあぜひそちらを見てもらいたいんですけれども、さあやばいわー、もうねジタイタンズが強すぎるんですよ。ここもうジーマンちょっとお前勝ち目ないぞと。まあただ頑張ってます。はい、頑張ってますがね、はい、一人の相手してたらねもう一人から、はい、すごい攻撃をされちまうと、はい、ドーンと、はい、殴る殴る殴る。さあただビームで反撃しますが、はい、盾で守れちゃう。そして、はい、タイタンスピーカーマンが目をね刺して燃やす。終わりです、ジーマン。はい、まあ、偽物説もありますけど一応終わりです。はい、ジーマンさんさようならと。で上から降ってきちまうんですね、このミサイルが。やばいよー。はい、まあ、こんな感じで、まあ、結果をちょっと見てください。はい、まあ、皆さん知ってると思いますけどね、まあ、タイタンスピーカーマンはちょっと腕怪我しちゃって、でもうタイタンカメラマンはねもう大怪我。あのタイタンカメラマンが1回目に結構やられちゃった時と同じ感じになっちゃってるんですね。これ片方腕なくなっちゃってて、しかもバーっとってね、もうこれ結構やばいですよ今後っていう感じで終わって、僕たちは66話をめちゃめちゃ期待して待ってたわけですよ。ということでお待たせしました、66話見ていきましょう。さあ66話です。僕もマジで初見です。うわー、どここれどここれどここれは、まずどここれ、なんかすごいロケランがすごい、ロケランがめちゃめちゃあるよ。わー、撃って、うおーおー、なんか新しいなこれ。え、ミサイルカメラいるんだけど、なにこれ、ロケランカメラみたいなの、なにこの武器かっこよ。うわー、なんか武器が、え、武器かっこよすぎ、なにこれ。あ、やばいよ、なんかスキビ、どういうこと、なに今の、やばい、大丈夫、待って、なんかちょっと待って、ちょっと待って、でもなんかすごい突然なんか頑張りだしたよ、このなんかも登ってたらあれけど、なんか通常のさ普通のカメラマンたちがすごい頑張りだした。タイタンズがやられて、うおー、ウーマン、うわうわすげえ、なんだこれ、これちょっと待って、これは2週間かかるわ。うわ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 、ウーマンと普通のタイスピー、カメラマンとかスピーカーマンたちが頑張ってる。いや、いいこれ、うわ、この展開や、タイタンズやられても俺らは頑張るぜと、最高かよ。うおー、ウーマン、テレビウーマン、ウーマンズ、タイタンズの次はウーマンズか。うおー、いや、カメラマンズもいいな。あ、いや、ブラックカメラマン、ブラックスピーカーマンもいたね、今。いや、いいな、この展開。うおー、なんだ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 、誰、何おお、ブラックカメラマン、いいですね。お、いいね、もう、いや、うわ、いいわ、この6人で、うわ、ちょっと言葉にできないくらいいいな、なんか。ちょっと待って、最高すぎるな、2週間。いや、待って、いい、よかったわ、これ。うん、待ってよかったっていうか、それ2週間かかるわ、これ。うわうわ、でも、やばいことになってるよ、やばいことになってるけどね。いいわ、ちょっと待って。なんかいい、本当にいいわ、この何、テレビマンだったりさ、ブラックカメラマンだったり、あとウーマンたちが集まってんのがすごい、なんか今よかった。うん、ちょっとごめん、あんまうまく言葉に表せない。あ、待って、でもうわ、サングラスやばくない。あ、でもテレポートしたわ、逃げれたわ多分。どこに、どこおお、かテレビマンたちの基地じゃない、次これ絶対そうだって。待って、タイタンテレビマンとかいるんじゃない、誰お前、誰、何うわ、絶対これ、何これは何、うわ、絶対あの奥にさタイタンテレビマンいるって。ほら、この音、ほら
タイタンテレビマン、ここからお前の頑張りどころださ。うわ、待って、これ。ちょっとごめん。僕、情緒不安定で申し訳ないんだけど、みんな分かってくれ。これがどれだけ熱いか。ね、ここまで見てる人なら、分かるでしょ。ちょっと細かいところはちょっとまた別の動画で触れていきたいんだけど、やっぱりジーマン偽物だったね、ほら。タイタンスピーカーマンとかほらやられてんだよ。タイタンスピーカーマンと、ほらタイタンカメラマン。やられちゃってんだよね、これ。ってことは、やっぱりジーマンもあれ偽物で、やっぱグルだったんだね。やっぱりこのサイエンティストスキビトーリーが多分仕組んでたんだね、これは全部。で、これよ、ここで、こう気づくなよ。ね、カメラマンたちが、ここで気づくなよ。うん。ちょ、ごめん、僕はなんでこんな、なんかもう騒いでるかだけ説明させて。ね、うん、ここでタイタンズがもう、やられちゃった。あ、もう俺らが頑張るしかない。うわーっていくのが、めちゃめちゃいいなと思っちゃった。これ、これめっちゃ良くない？この展開。ほら、このなんか、この本当に今までタイタンズに助けてもらってたから俺らが頑張ろうみたいなのがなんかすごく熱くていい。本当にやっぱスキルトークね、最高。うん。で、ウーマンってこの先よ、このもう少し先よ、もうここでも頑張ってるのもすごいんだけど、このね、先でウーマンたちがね、このウーマンズが集まるのがもう激発展開。なんか、分からん、分からん人ちょっとコメント書いておいて。本当に分かってほしい、これ。このこれがどれだけ、なんか僕はなんで騒いちゃうか、分かってくれる人がいてくれたらすごい助かる。うん、僕が頭おかしい人みたいになってるから今。いや、やばいな、スキビトイレって。もう本当に面白すぎるって。うん、で、ここだよ。で、ここで、またブラックカメラマンたちが登場する。これがまたいい。うん。ブラックカメラマンだったりね。ブラックスピーカーマンね。うん、これが、もう集まるのがいい。いや、で、最後、もう少ししたらテレビマンもね。集まるから。いや、マジで。素晴らしいですね。うん。これ3人で、ウーマンはウーマンズでテレポートするのいいよね、これね。で、ほら、ここでテレビマンも来てね。このテレビマンと、ブラックカメラマン、そしてブラックスピーカーマン、この3人のセットもいいね。で、まぁ、ちょっとあとはここだけ触れとこうか。もうこのね、テレビマン、これ多分テレビマンの基地ね。うん。なんかこいつの表情を見る感じさ、ほら、結構キョロキョロしてるから初めて来るみたいな感じなんだろうね、このスピーカーマンたちは。で、ほら、博士、なんだこれ、サイエンティストテレビマンだ、多分これ。サイエンティストテレビマンがここで初登場して、これ多分逆再生すればなんて言ってるかわかるんだろうけど、ちょっとそういうのはまた今度、見たいと思いますね。今度っていうか、多分明日かな、明日か明後日ぐらいにね、出したいと思います。で、ほら、ここで、ほら、門が開くんだよ。多分絶対この先にはタイタンスピーテレビマンがいます。これアップグレードされた。うひょー、素晴らしすぎるこれ。いやー、ということで、ちょっとごめんなさい。一人で盛り上がっちゃって、申し訳ないんですけど、皆さんも盛り上がったこれ。多分僕と多分今一緒に初見で見た人もいるかもしれないし、一人で初見で見た人もいるかもしれないけど、これ、すごいテンション上がりませんかこれ。いや、なんかね、ここまでスキビリトイレ追ってきて、よかったなって本当に思うわ。まあ、てな感じで、今後もスキビリトイレ本当に追っていこうっていう、もうさらに追っていきたくなりましたよ、これを見て。ってことでね、ちょっとこのパート結構3分で長かったりするんで、いっぱいね、てかそうだよ、作者の人とかも多分どこに隠れてると思うんで、まあ、そういうのだったり、まあ、最近僕も、バカなりに考察とかも、ね、結構、僕が勝手に物語作っちゃってたりもしますけど、まあ僕も考察とかもしてるんで、そういうねちょっと考察の動画も上げてたりにしようと思うので、ぜひね僕のチャンネルね、これからも僕と一緒にスキビトール見てくれるよって人とか、僕のね、変な考察聞いてくれるよって人とか、そういう人がもういてくれたら、ぜひチャンネル登録して通常にして高評価してください。そしてもちろんね、概要欄にも作者の人のチャンネルはもういつも貼ってるので、もうねスキビトールの最新話もう早く見たいよって人は、チャンネル登録して通常にをねオンにして高評価押してねおいてください。もうてかもう絶対してください。もうね、はい、ということで、一人でテンション上がっちゃってごめん。こんな感じで動画終わります。では、バイバイ。